まあ、ここはまあ普通に見て右引き黒玉だ。まず黒来たぞ。 AJ ユナイテッド初ガチャ、雷出るまで終われません。第1弾ですからどんだけね引いたら出るのか雷が。確かにちょっと分かんないんで、今回は引いていこうかなと思います。いきますか。いや、だからこういう時ね、意外とあっさり最初から来るパターンとかもありますから ね。演出が変わったので僕ら全然そこ知らないので、うん、確かに確かに行きたいなと思います。行きますか、まあ、ちょっと選手見ていくと、雷がセルヒオラモスまでかな、300分の6って考えると結構だけど、まあただ掛け3だからね。そうだね、そこが3人一気出るんで。よし行きますか。行きましょう。うわー始まるぞ、初ガチャ一番最初の選手始まるぞ。かっこいい、これだ。おスペイン、スペインのラリーゴ左右引き、あ、なに金かエスパルスだあ、こういう感じでのね、サンティアゴアリアス、はい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 、そしてロレン・モノン、セルヒオ・アルバレス、あ、だからあれか、まあ、普通に考えて、まあ、スペインのやつだから、うん、だからスペインリーグ、そうラリーガの選手が出ると、うん、だからあれか、別に国籍じゃないんだ。そう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 、だからね、なんかオランダリーグとフランスリーグが、ね、あれどっちかみたいな、なんか分かりづらい時があるかもしれない。ただラリーガのやつだから全部スペインから始まるってことだね、うん、だからラリーガか、うん、イングランドかプレミアが来たら結構もう雷来る可能性が高い。これプレミアもあんのか。そうプレミアもあると思う。でもこれスペインのマークだぞ。 あそっか、だから今回出るのは出ないじゃん。スパニッシュリーグスターズって書いてあるよ。なのだよね、だからもう全部あれか。2回目、はい、すげーかっけーじゃん、ね、まあ、ここはまあ普通に見て右引き、黒玉だ。まず黒来たぞ。7、え、アザール、え、これもう終わったこれアザールだよ。うわえ、じゃあ雷とかないの？概念がなくなったのか、これ。これってさ、本来は BGM みたいに流れるの？ウイイレのコンソール版の方だと、うん、バックに音楽が流れるんだけど。なるほど。エクステロとラウル・ガルシア。せっかくなので、あと、うん、8回引いていきたいと思います。そうだね。合計ちょっと30回、選手を引くという感じで。うん、さすがに早かったな、びっくりした。今のは早すぎだろ。見てる方ももう終わりかよって感じなんでね、まあ、僕もそうなんで、初めて BGM つけましたけども、こんな音楽だったんだな。てか、まあ、だな、2020になってからまた変わったのかな。じゃあ、まああと7回弾きますよ。うん、7回じゃない、8回だ。あ、いいね、いいじゃん。ガチャ弾くときはやっぱ BGM オンか。確かに。20番金、金の選手、ビトーロ、スルツサ、イニゴレクエ、4回目ね。はいはい、ここまではね、かっこいいな。あ、金だ。5番、誰だ、顔だと分かんないんだよな。うん、トーマス・パーティー、ファクンド・ロンカグリア、ルベン・ドゥ・アルテ、5回目です。そうっすね、なんかフィーンとか来ないのねえ。お、おい黒、え、バルサじゃん。え、ピケ、ピケか。あ、でもだ、もうてかピケは来た雷だから演出、雷の本当演出ないってこと。おい、ちゃんと戻り散るぞ。来た、ダブルキー。だからもう雷どことかそうだね、なくなったんだね。モドリッチも来てますし、で、マルコス6回目、はい、ちょっとこのボールの色とか面白いね。あ、金で、ただユニフォームがさ、これさね、これライセンスがないからさ、どれか分かんないっていう。うんうんうん、ウィリアン、そしてルベン・ペレス、ジョエル・ロブレス。それでは7回目、ちょっと大人の事情で一応念のためビジュアルも切りました。雷演出がないということで。はいはい、あ、金、え、これレアルじゃん。18、誰だ、
ん？レアルじゃない？あ、ヨビッチか。ルカ・ヨビッチ。え、ちょっと待って、マドリー・チャマルティンってこれ、MD ホワイトのことでよろしいよね。で、ファルカオも来て。うん。チャマルティン B？ じゃ、チェルシーも、チェルシー B ってなってんね。へ、え、ぇ、ー、あー、そっか。へ、え、ぇ、ー。で、ファルカオ来て、ダニエル・カリーソ。さあ、行きましょう、8回目。さあ、こっからね。かなり引きよくね、でも。うん。よう来た、また来るわ。しかもレアル。レアルじゃない、これ。14。あ、あれだ。そう。ボランチ。カゼミーロ。そう、カゼミーロ、カゼミーロ。カゼミロ、ユーリ、ディミトリス・シオバス。すごいね、黒もう4体来てる。クラブと背番号ちゃんと覚えとかないと、これマジで分かんないやつね。そうだね、もう出てからじゃないと分かんないか。次で9回目。さあ、金。これはどこのユニフォームだ。確かに、でもエンブレムがないよね。うん、ジェネタゴナム、ルーカスバスケス。え、だってこれは普通にレアルだもんな、バスケスは。うん、でもやっぱり B って書いてあるんだ。だから普通にやっぱレアルだよ、ね。ハブ・ディオップ。さあ、次、もうラストだね。ラストか。雷選手が出るまでみたいな感じで、まあ、雷つなかったんで、まあ、30連で引くことになってますけども、もう早くもラスト、最後引かせてくれ。OK! じゃあラストいきます。さあ、ここでね、黒来たら。最後は黒で終わりたい。思うよ。リーが。おい。しかもレアル。え、マルセル。さあ誰？誰？16番。左利き。あ、ハメスか。ハメス。来たね。ハメス・ロドリゲス、ハビガルシア、ダルコ・ブラシャナツ。ということで黒玉の方が5人。でそのうち、まあ、2019だと雷だった選手が2人。2人。それはすごいな。使っていくしかないでしょう、うん。新たな2020手に入る新しい、まあ、入れ替え選手で持ってますけども、ちょっともうそこ総入れ替えで、まあ、レベル上げながら使っていきたいなと思います。ということで、はい、次回の動画は明日の動画もお楽しみください。よろしくお願いします。はい、ということでこの動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。